宇宙海賊バルバン、まさか復活したのか。龍馬、自分のアースを信じるんだ。兄さん、聖獣剣の戦士たちよ、今こそ使命を果たすのだ。銀河転生聖獣戦隊銀河マン第一章、伝説の刃。今新たな伝説が刻まれる。ヒューガの死を悲しむ暇もなく、龍馬たちには新たな戦いが待ち受けていた。ああ、銀河の森が、やめろ。そして今、再びバルバンに打ち勝つため、3000年の時を超え、伝説の御聖獣がその姿を現す。聖獣戦隊銀河マン第2章、聖獣の再来。今、伝説の1ページが刻まれる。失ってしまった銀河の森への思いを断ち切れない豪気、そこへ襲い来る魔人リグロ。この地上の熱は全部俺様がいただくぜ。立ち上がれ豪気、その熱き思いで地上に熱を取り戻せ。そしてその時、銀河ブレスから不思議な声が。聖獣戦隊銀河マン第3章、大地の知恵。今、伝説の1ページが刻まれる。銀河マンの前に立ちはだかる魔人ドレッドレッダー。しかし、お前は何も分かってない。アースというのは。うるさいな、バルバンのやつら俺一人で倒してやるよ。ヒカル、待て。ヒカルの暴走が危機を招く。ヒカルよ、本当のアースの力を、真のアースの意味を、その心で感じ取れ。聖獣戦隊銀河マン第4章、アースの心。今、伝説の1ページが刻まれる。魔人バクターに聖獣剣を奪われてしまった銀河マン。聖獣剣を返せ。龍馬のやつ、なんであんな無茶したんだよ。多分聖獣剣はヒューガが命を懸けて残したものだから。そして傷ついた龍馬の前に今新たな力が。その名は自在剣キバ。聖獣戦隊銀河マン第5章、必殺のキバ。今、伝説の1ページが刻まれる。魔人タグレードの毒が街中に。どうにもならないのか。みんな見ろ、聖獣たちが自分の命を犠牲にしてみんなを助けようとしてるんだ。このままじゃ聖獣たちが死んじゃう。そんなの嫌だ。お願い、やめて。聖獣戦隊銀河マン第6章、聖獣の危機。今、伝説の1ページが刻まれる。力尽きてしまった聖獣たち、牙に秘められた大きな力の謎。激しい戦いの中で聖獣の復活を願う銀河マン。銀河よ、蘇ってくれ。5人の祈りが牙の力を、そして奇跡を呼び起こす。聖獣合体銀河よ。聖獣戦隊銀河マン第7章、復活の時。今、伝説の1ページが刻まれる。幼くして母を失い、初めて知る味に衝撃を受けるヒカル。これがお袋の味。しかし、バルバンの魔人ドルマーの魔の手は確実に迫っていた。俺が守ってやるぜ、おばさん。おばさんじゃないよ、シェフって呼びな。聖獣戦隊銀河マン第8章、愛情の料理。今、伝説の1ページが刻まれる。星に願いをかけた優子のもとに一匹の子猫が。ミー、あなたの名前はミーよ。その首の赤い石は何を意味するのか。お願い、ミーちゃんを返して。魔人マンディガーが少女に迫る。銀河ピンクサヤ、少女を守れ、命をかけて。聖獣戦隊銀河マン第9章、秘密の子猫。今、伝説の1ページが刻まれる。ハヤテの奏でる笛の音、それはバルバンの邪悪な音を吹き払う一陣の風だが。金閣に大タニクス復活の邪魔はさせん。聖獣戦隊銀河マン第10章、風の笛。今、伝説の1ページが刻まれる。
授業参観って俺が行くの？ユータの教室に颯爽と現れた豪気、そこで見たものは泣いてるんですか？魔人ネイカーの罠が街を襲う。その最中、豪気は意外な真実を知る。泣くな豪気、バルバンを打ち砕け、愛する人を守るために。世獣戦隊銀河マン第11章戦士の純情、今伝説の1ページが刻まれる。サンバッシュの最後の、そして最大の切り札、それは龍馬。兄さん。だがその喜びは悪夢の始まりだった。うわあ！ここまでだな銀河マン、チェックメイトだ。世獣戦隊銀河マン第12章悪夢の再会、今伝説の1ページが刻まれる。バルバンが撒き散らした特殊なカビに侵されてしまったモーク。このままじゃモークが。なんとかしなきゃ。モークを救うために魔人コムハチと戦う銀河マン。だが、うわあ！その時モークが命を懸けて生み出した新たなる力とは。世獣戦隊銀河マン第13章逆転の銃撃棒、今伝説の1ページが刻まれる。サヤがアイドルの代わりだって？そりゃサヤとミサキちゃんはそっくりだけど。すみません。あ、ごめんなさい。もう一度お願いします。札創造の操る呪いの札がサヤを、星野美咲を苦しめる。私たち負けない。世獣戦隊銀河マン第14章二人のサヤ、今伝説の1ページが刻まれる。龍馬、一体何飲ませたんだよ。何って、ただの風邪薬。いや、それは次元爆弾だ。100回しゃっくりをすると爆発してしまうぞ。うわあ、いやあ、どやあ。世獣戦隊銀河マン第15章恐怖のしゃっくり、今伝説の1ページが刻まれる。突然乗馬クラブに現れた謎の紳士。お前ら全員クビだ。そしてついに暴かれるハヤテの弱点。ハヤテ、しっかり。アメホウシの奏でる琵琶の音が雷雲とともに恐怖を呼ぶ。世獣戦隊銀河マン第16章心のふるさと、今伝説の1ページが刻まれる。人間の姿をした人形たちが街を破壊する。そして龍馬も犠牲に。洞窟にこだまする九月太夫の不敵な笑い。龍馬、僕怖い。立ち上がれユータ、今龍馬を救えるのは君しかいない。世獣戦隊銀河マン第17章本当の勇気、今伝説の1ページが刻まれる。突如現れた謎の戦士。私は黒騎士ブルブラック。銀河の光は私がもらう。銀河マン、邪魔をするなら容赦はしない。あいつ一体何者なんだよ。もしかしてヒューガ。世獣戦隊銀河マン第18章謎の黒騎士、今伝説の1ページが刻まれる。ブルブラック、武器を捨てろ。今の私に人質など意味はない。私の星を滅ぼし、私の弟を殺したバルバンを倒すことだけが私の全て。やめろ黒騎士、あなたは間違っている。邪魔だ奇獣合身。世獣戦隊銀河マン第19章復讐の騎士、今伝説の1ページが刻まれる。星から星への渡り鳥、武道四将軍が一人兵土ヶ浅。ハヤテたちを永遠の眠りが襲う。そして残されたのは龍馬。みんなを救ってくれ。走れ重装馬、龍馬を乗せ最後の希望に向かって駆け抜けろ。勝負。世獣戦隊銀河マン第20章一人の戦い、今伝説の1ページが刻まれる。
千鶴子先生。海辺で過ごすひとときの平和。しかし、うわっ、ボレス殿の放つ一撃がハヤテを追い詰める。俺が不甲斐ないばかりに。豪気の涙がトマトを濡らす。立てハヤテ、豪気の友情を無駄にするな。聖獣戦隊銀河マン第21章トマトの試練、今伝説の1ページが刻まれる。街を包み込む見えない壁。え、ヒカルとサヤがこの中に？俺は一人でもあいつを倒すぜ。壁を壊すのが先決よ。心をすれ違わせたまま、怒涛武者に立ち向かうヒカルとサヤ。そしてついに、聖獣戦隊銀河マン第22章光の出現、今伝説の1ページが刻まれる。ついにその姿を現した銀河の光。これでダイタニクスの復活は決まりだ。銀河の光もらった。それはこの私のための力だ。貴様らには渡さん。これが大いなる力だっていうのか。聖獣戦隊銀河マン第23章争奪の果て、今伝説の1ページが刻まれる。闇丸鬼丸、武道軍団の汚名共に晴らさん。裏切り者の武道を処刑しろ。うわー、妖魔、俺たちがわからないのか。参る。聖獣戦隊銀河マン第24章武道の執念、今伝説の1ページが刻まれる。まだ戦い足りぬ。言ったはずだ、復讐のためならば私は手段を選ばない。俺たちは星を守るために戦っているんだ。その憎しみ強い、もらう。兄さん、星を守って。クランツ、クロッチー。聖獣戦隊銀河マン第25章黒騎士の決意、今伝説の1ページが刻まれる。黒騎士、俺がこの星を守る。兄さん。聖獣剣を受け継ぎ、炎の戦士銀河レッドとなるべき男は龍馬か、それとも日向なのか。そして黒騎士の形見ブルーライアットが伝えることとは。聖獣戦隊銀河マン第26章炎の兄弟、今伝説の1ページが刻まれる。魔人モルグモルグの魔の手が音もなく忍び寄る。逃がさない。ヒューガよ、恐怖に怯える少女を守れ。大丈夫、俺がいる。ヒューガ。果たしてヒューガの真の狙いは。聖獣戦隊銀河マン第27章ミイラの誘惑、今伝説の1ページが刻まれる。魔人ヒエラヒエラが矢をつがえる時、人々から笑顔が消える。その氷の矢が射抜くものとは。パパ。パパと呼ぶな。急げ豪気、親子の絆が消える前に。聖獣戦隊銀河マン第28章パパの表現、今伝説の1ページが刻まれる。突如現れた宇宙の闇商人ビズネラ。銀河マン、あなた方のアースをいただきます。お前らなんかにアースを渡すくらいなら。やめろヒカル。見せてあげましょう。これが私の最高傑作です。聖獣戦隊銀河マン第29章闇の商人、今伝説の1ページが刻まれる。ギガライノス、ギガフェニックス、思い出せ、お前たちは聖獣なんだ。無駄だ、今のそいつらはただの操り人形なので。そんなことないよ。聖獣は、聖獣たちの心はきっと生きてる。みんな一緒に星祭りをしようよ。聖獣戦隊銀河マン第30章鋼の聖獣、今伝説の1ページが刻まれる。
魔人ガーラガーラの呪いによって徐々に石になっていくハヤテとユータ。銀河グリーン、その体では満足に戦えないな。だが手加減はしない。それが宇宙海賊の流儀だ。ハヤテ！聖獣戦隊銀河マン第31章呪いの石。今伝説の1ページが刻まれる。バルバン、妹、俺の大事な妹を返せ。待て、一郎。ミリコさんは必ず俺が助け出す。信じてくれ。二人の友情を守るため銀河の光が今再び奇跡を起こす。聖獣戦隊銀河マン第32章友情の起動場。今伝説の1ページが刻まれる。恭平君も木に登ってみない？子供っぽいよ。鞘を慕う一人の少年。高いところ怖いんだ。今その手に世界の運命が委ねられた。お願い、頑張って。聖獣戦隊銀河マン第33章憧れの鞘。今伝説の1ページが刻まれる。恐るべき姿で立ちはだかるイリエス、そしてその魔力によって転生できない龍馬たち。たとえ最後の一人になっても俺たちは負けるわけにはいかないんだ。バカね、私に勝てると思ってるの？聖獣戦隊銀河マン第34章不死身のイリエス。今伝説の1ページが刻まれる。愛の戦士銀河ブルー、彼が守るべきものは地球の未来か、それとも鈴子か。戦いの中で果たして豪輝は何を思うのか。その純情が今銀河を貫く。聖獣戦隊銀河マン第35章豪輝の選択。今伝説の1ページが刻まれる。突如ハヤテと春彦の手がつながったままに。ちょっと待って。それは銀河マン最大のピンチか、それとも。お任せください。今町の危機に春彦が立ち上がる。走れ、飛べ、駆け抜けろ。聖獣戦隊銀河マン第36章無敵の春彦。今伝説の1ページが刻まれる。聖獣狩り。ゴウタウラスの心臓をバルバンが狙う。そうはさせない。だが強敵魔人ゴビースが立ちはだかる。そしてヒューガとゴウタウラスに忍び寄る邪悪な影。それは兄さん。うわ。聖獣戦隊銀河マン第37章ブクラテスの野望。今伝説の1ページが刻まれる。ヒューガ、そんなことしたら。ゼイハブに復讐を果たすためブクラテスがヒューガに迫る決断とは。兄さんが俺たちに剣を向けるなら俺は戦う。ならば来い、デオマ。兄弟宿命の対決が始まる。聖獣戦隊銀河マン第38章ヒューガの決断。今伝説の1ページが刻まれる。アースを捨てたヒューガ。ヒューガの分まで私頑張るから。サヤ、無茶するな。でも、うおみんな。聖獣戦隊銀河マン第39章心のマッサージ。今伝説の1ページが刻まれる。その魔人の名はデイウス。生きがいいだけじゃ勝てねえよ坊や。俺は子供扱いされるのが嫌いなんだよ。魔人の悲しみに触れた時光の心が強く激しく鼓動する。俺の手で倒す。聖獣戦隊銀河マン第40章悲しみの魔人。今伝説の1ページが刻まれる。今魔獣が
復活の時を迎える。みんな必ず生きて戻ってくるんだ。俺たちは絶対に負けない。この星を守るために。銀河レッド、てめえの弱さを教えてやるぜ。龍馬！聖獣戦隊銀河マン第41章魔獣の復活。今伝説の1ページが刻まれる。龍馬、生きろ。龍馬は必ず生きて帰ってくる。それまで持ちこたえるんだ。死ね、ギンガマン。うわ、龍馬、目を開けてよ、龍馬。聖獣戦隊ギンガマン第42章戦慄の魔獣。今伝説の1ページが刻まれる。どうしたんだこの絵。今までの戦いを振り返ってみようと思ってね。パパが描いて借りてきちゃった。なるほど、気持ちを新たに引き締めようってことか。そうなんだ。ねえ、俺の大活躍シーンもあるかな。ああ、多分な。聖獣戦隊銀河マン第43章伝説の足跡。今伝説の1ページが刻まれる。弟子入り？そうだ、俺は超えてみせる。お前の強さを、たくましさを、そしてその優しさを。うわあ！その時バルバン最強の切り札が誕生する。聖獣戦隊銀河マン第44章地球の魔獣。今伝説の1ページが刻まれる。君誰、僕？サヤに何かを伝えようとする謎の少女だが、私のせいで。サヤ、涙を含んだ。もう一度笑顔の花を咲かせるために。バックもいる。バック、うん。聖獣戦隊銀河マン第45章妖精の涙。今伝説の1ページが刻まれる。ハヤテ。それはハヤテが最も愛した女性、そして今はもういないはずのミハル。キンガグリーン、私の前にひざまずけ。悲しみに包まれた風が吹き抜ける。許さない。聖獣戦隊銀河マン第46章怒りの風。今伝説の1ページが刻まれる。私が銃撃棒を強化する。来るぞ地球魔獣が。全ては私の思惑通り。もう終わりですよ皆さん。光るよ、今こそその怒りをアースに変えて立ち向かえ。負けるかよ。聖獣戦隊銀河マン第47章悪魔の策略。今伝説の1ページが刻まれる。地球魔獣による汚染が大地を、そしてアースをも蝕んでいく。それでも俺たちは戦う。この星を守るために。5人の熱い思いが毛布に届いたその時。私も星を守る一員だよ。聖獣戦隊銀河マン第48章モークの最後。今伝説の1ページが刻まれる。今伝説が彼らを導く。行こう、雄たけび山へ。山の叫びが響く時、宿命の決戦が幕を開ける。銀河マン、てめえらすっこんでろ。地球魔獣は絶対に倒す。聖獣戦隊銀河マン第49章奇跡の山。今伝説の1ページが刻まれる。ゼイハブ、お前を倒してこの戦いを終わらせてみせる。このアースにかけて。てめえらなんぞにこの俺は倒せねえぜ、絶対にな。そして今伝説の刃が銀河を貫く。聖獣戦隊銀河マン最終章明日のレジェンド。ついに伝説の最後の1ページが刻まれる。